隣のクラスの友達に聞いたんだけど、今日の古典抜き打ちテストあるらしいよ。超絶ピンチ。はあ、マジかよ。クッソ真剣。しかも合格点取らないと課題が出るんだって。そらまずいタイプの試験だ。クッソ、古典って何時間目だ。待って、もうなんかこう真剣な真剣な表情でテストの話してる。確か4時間目。まだ間に合うんじゃないか。あんま時間ねえな。あんま時間なかった。課題で練習時間削るわけにいかねえし、急いで対策しねえと。だよね。そうだよな。ところでアキト、私に何か言うことあるんじゃない？急に流れ変わったな。助かった。つうか、お前もちゃんと勉強しとけよ。あ、いい子。言われなくても分かってるって。ちゃんと合格して今日も思いっきり練習しなきゃね。真剣な話っぽいけど、これ抜き打ちテスト。画面越しの HV さんの皆さん、こんばんは、ピです。喉が枯れてますね。なんでかっていうと、昨日カラオケ行ったから。カラオケ行ったけど、おじさん時代についていけなくて、あのジョイサウンドのランキング知らない曲の方が増えてきましたね。っていう私のお話は置いといて、本日3周年記念セレクトリストガチャリミテッドエッド聞いていこうかなと思います。やっぱ喉が枯れてる時こそ叫んで直す、合ってるよね。で、今回セレクトできるメンバーが決まっていまして、まあ、この中から好きなメンバーを10人選べると。ちょっと待って、獲得済みで未獲得。あ、少な。待って、え、あー、なるほど。うわー、ヤクトだな。じゃあ、アキト。選べるアキトの限定は2枚か。まあ、ストレイの方が思い出補正あるし、僕持ってない限定って9枚だけ？少ないんだね。すごいちゃんと今まで限定ガチャ引いてきたんだなっていうのがちょっとわかる動画になっちゃったな。あー、にしてもおそらく、次、この10月復刻で来る2周年の限定とか含まれてない感じか。まあ、逆に僕、ここ1年の限定は相当逃しちゃってますけどね。まだ頑張って弾けてた時代の子たちか。一番最初の限定の M ちゃんだったり、あ、イフハルカちゃん。あと 150% ミク、メイコさん。いやー、なるほどね。もちろん一番欲しいのイフハルカ。なんか、実はトータル200連以上してるけど、まだ持ってない。あと単純に編成面考えてビビバスメイコさん。で、あと持ってないキャラだったら誰でもいいかなと。いや、でもこれで10分の1シノノメアキとぶち当ててしまったら、超複雑。超複雑なんだけど。まあ、2枚抜き目指して行くしかないですね。任せてください。一回優勝5000とか言うね。今までやってきたプロセカのガチャで一番高いガチャか？お願いします。ロードはね、入らなかったらもうアキトなんだけど、入ることをまず願って。いや、ここで2枚引きとかさしてほしい。いきます。はるかちゃん、誕生日、おめでとうございます。絶妙なロード。わからん。え、10分の1。いや。人生で初めて、アキト、来ちゃダメなガチャかもしんない。まあ、でも来てもいいけどね。もちろん来てもいいけど。10連目1枚抜きか。みんなに元気をあげたいの。くださいね。僕もあげるから。皆さんから元気もらいますよ。いや、いつものガチャより緊張してるな。いきます。こんなとこで負けてる場合じゃねえのに。引いた !10 分の1引いた、愛が勝ったか。いや、この動画本編1秒からガチャ引くまでもう全部がフラグだったね。ありがとう、篠宮明人くん。控え室の星4が増えた。せっかくだから控え室の星を見ていくか。はい、ということで。そっか、限定の明人だから1枚しか僕引けてないのか。しかも当時300連して1枚しか持ってないってことだもんね。ゲレンデ4枚まだいますが、工場の明人ではなく限定の明人を僕は監禁しました。あ、なんかそう考えたら5000円で1人明人を監禁できたってのはすげえいいかもしれない。なんか喉の調子も治ってきたような気がしてきた。この動画、さすが、やっぱり、さすが、おっぴーさんとか思った方、チャンネル登録、高評価お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。なんでこんなガチャ動画の内容恵まれてんだろうな、毎回俺。